重厚無人のファフニールは、司による日本のライトノベル。イラストは、コリエダリコが担当している。講談者らのベ文庫から刊行されている。本作のタイトルでもある、ファフニールは、作中では、悪竜という意味で使用されている。本作について、著者の司は、企画が主導したのは2013年の2月で、とりあえず何か、ドラゴンが出てくる物語を書きたい。 という話を担当にして、プロット案を凄まじい勢いでやり取りし、気がついたら本作が出来上がったと語っている。メディアミックス展開として、漫画版が、グッド・アフタヌーンにて2014年3月よりサブロータの作画で連載されている。なお、物語のプロローグとなるコミック令和は公式サイトや、小説第4巻の終わりに掲載されている。また、2014年7月に、 アニメ化が発表され、2014年9月には TBS、BSTBS BS にて2015年1月より放送されることが発表された。日本国外においては、東立出版社より翻訳版が刊行されている。2013年4月にティザーサイトが公開され、2013年5月に公式サイトが開設された。公式サイトでは壁紙や Twitter アイコンの配布、 さらに小説各巻館の冒頭部分の試し読みができる。ブルンヒルデ教室ミットガルの中でも、実戦で最前線に立ち、ドラゴンを討伐する、流伐担当クラス。クラスのメンバーの年は15、16歳程度。で、学年の縛りはない。教育者25年前、何の前触れもなく、日本上空に出現した、正体不明の巨大生物。移動するだけで甚大な被害を撒き散らす。 世界のどの国のニュース番組でもドラゴンたちが発生させる流災とその被害予測に関する話題は最優先に報道されるほど影響と被害は大きい。このように表向きは流災として扱われているが正しくは口述の本物のドラゴンに対抗するためにガイアが生み出した交代流種である。本物のドラゴンに対して特効力を有しており、 本来は世界を守るための存在であった。しかし現代で、流彩を撒き散らしているのは、交代流種が戦うべき相手を見失ったために、交代が世界を傷つけ出すことが原因であると考えられている。交代流種過去8回あった真の最悪の際に1回に1回作られたドラゴン。例は、プリトラ、ユグドラシル、リバイアさんなど、剣能を持っているドラゴン。 抗体権能を宿す抗体流種が生まれる条件は種族、資質関係なしに最初に真の最悪を直接見た個体が抗体流種になると言われる。抗体権能を得たものは何をするべきか理解しているらしい。複合流種 D とドラゴンの間にできた流種第二世代は D とつがいになったドラゴンの剣能を合わせ持ち、同時にすべての D をつがいにできる。そこでできる第三世代は普通の人との交配が可能になるらしい。その他のドラゴン作中において、本物のドラゴンとは世界を滅ぼす存在として定義されており、必ずしも姿格好が存在するわけではない。ガイアには過去8度の大きな厄災があったとされているが、 どのような基準で厄災とみなされるのかは曖昧でありはっきりしない。例えば、エースドラゴンとは人間のことであるが世界を滅ぼしかねない文明を手にしたという理由で厄災とされており明確な意図を持って世界を滅ぼす存在だけが厄災とみなされるわけではないようである。ブリトラやキスカヌによれば回数が増すたびに脅威レベルが増加していっているようであり9回目の 薬剤をもってガイアの全生命が滅びるであろうと予想されている。2014年7月に本作のアニメ化が発表された。2015年1月より3月まで TBS、CBC、サンテレビ、BSTBS 他にて放送された。なお、オープニングテーマを担当するトラストリックもゲスト声優として参加しており、メンバーのビリーは、 本作が声優初挑戦となる。ファンフリールラジオミッドガル学園放送部のタイトルで2015年1月15日から4月24日まで TBS 公式サイトにて配信されていた。2014年12月24日にはプレ配信が行われた。パーソナリティは沼倉真奈美、日高里奈。ありがとうございます。